いやー、皆さん、刹那圭介です。今回から冴えない荒野を目指す楽園の僕っていうゲームやっていきたいと思います。定期生放送で公開生収録。というわけで、パート1になるわけですが、よし、このゲームの概要を説明すると言ってもね、あんま勉強しなかったりする。というわけで、探り探りでやっていくような感じになります。まあどんなゲームかって言ったら青春系のギャグゲーだと思っていただければ、この登場人物たちがゲームを作る話らしいんですけど、まあやっていきます。スタート。このゲームはね、まあいくつか第9章までに分かれとったんをさ、後から全部フルにまとめてできるようにしたらしいんで、これ第1話からやっていきたいと思います。この物語を全てフィクション、ちょっと全部読ませて。そしていきなりなんかゲーム的な話が RPG のバトル終わった時みたいな感じになりました。クレス、ふう、これで終わり？そのようだな、トルテ。どうやら先ほどの攻勢で紙幣も尽きたのだろう。これ以降は敵が現れることもなさそうだ。すいません、私の怪我のせいで。アマリリス、これゲームの世界っぽいね、これ。それは関係ないから安心しろ。こいつだけ名前が岩尾って、なんでジャパニーズなのこいつだけ。世界観似たような感じの見た目なのに、なんでこいつだけ岩尾っていうジャパニーズな名前しとんねん、お前。そうだね。むしろよく生きててくれたって岩尾も喜んでたよ。バカ、余計なことを言うな。この緑チビ、なんだと白ピクミン。毒がある個性がいろいろピクミンズ。あ、笑ったよね今。え、そうでしたか。ああ、そうですか。どうした。せっかく笑ったって言うだろうにさ、いきなり悲しい BGM 流すな。悲しい顔になるな、お前。笑顔なんて、もう二度と作れないと思っていたのに。じゃあ、二度と作れないと思っとった笑顔をせっかく出したのにさ、悲しい BGM 流すな、お前。せっかく。そのままでおれよ。そんなことないよ。え？人間は生きていれば、悲しいことを忘れて生きる生き物だ。これって僕のおじさんが残したセリフなんだ。小さい時はなんて悲しい言葉だなと思ってたけれど、多分生きていればいいことも悪いこともあって、せわしなく過ごしているうちに、今悲しかったことや辛いことを忘れることができる日が来る。そういう意味だったんじゃないかなって思うんだ。だから死ぬとかそんなこと考えたらダメ。生きてないとこれからの先の楽しみに会えなくなるよ。むちゃくちゃなことを言うな、お前。でも真理だと思うんだ。そうだな。死んだら終わっちまうからな。トルテ。ゲーム始まってすぐにさ、こういうさ、重い話やめてもらえませんか。俺逆ゲーだと聞いてやり始めたんですけど。変なものを食べたか。まさか、朝食ったクレスの飯が脳に。どういう意味だよ。クレスの飯がまずいって。めっちゃ笑い方が きついな。私もっと情緒不安定か、アマリリース。お前、せっけら笑ったり泣いたりを繰り返してるな、お前。情緒不安定がもっと行きたい。出た。ニコ・ロビン。なんでワンピースのニコ・ロビンが出る。こうやってみんなとお話をしたいよ。うん。分かってるっつうの。だから大臣を捕まえたいとね。そうだな。突如地面が激しく揺れる。激しく揺れるはなんだけど、アマリリスだけなんで消えていった今。地面は揺れるのはいい。なぜアマリリスが消えた。そして地面止まっちゃったよ。いいの、広大目で止まっちゃったら、ただの地震間ぐらいで終わってしまうぞ。いいのか。どうしたって言うのさ。わからん。だが、何か嫌な予感がするな。危ない。うわ、クレス大丈夫か。ありがとう、ありがとうトルテ。ちょっとダジャレっぽくなっとったらありがとうルテになってしまう。おいおい、助けたの俺なんですけど。おっと、一体何が起こっているというのでしょうか。クレス、アマリリス、誰だお前は。突然出てきやがって。テール、無事だったんだね。おいおい、まったくお前からもらったおにぎりのおかげかななぜおにぎり。あのおかげでおにぎり役に立ったね。そうだなおにぎりがどう役に立ったんだ、その辺を教えてほしいんやけど。テール、生きてましたか。俺がそう簡単に死ぬように見える。ごめんなさい、私のせいで。おいおいおい、これぐらいで泣くなよ。むいれー、何すんだよ。あ、それなんか気がある的な、そういう2人の関係を疑うようなふうの言い方ですね。恋愛漫画でよくあるやつです。しかしテール、これは一体何が。ああ、大臣の仕業だ。それでこの爆発だって、少々やりすぎじゃねえか。大臣は石の力に飲まれてバカ者になってしまったんだ。ちょっと待って、石の力でバカ者になってしまったって言われてもさ、この世界観がよく分かってないからさ、どういう展開でそうなったかよう分からん。やめて、そういう岩をお前に説明してくれ、俺に。化け物って、あの宝石にはそんな力があったの。どの宝石だよ。あの石は持っている人の一番の願いを曲解して叶える石だったんだ。そんな危ないものを俺たちに探させていたってわけか。あの野郎、許せねえ。岩を待ちなさい。ああ、二人とも行っちゃった。とりあえずどうしようもないんだ。騎士団の助けを呼ぶしか。それよりも急いで追いかけねえとあいつらがやばいぜ。どうしようか。選択肢できた。ようやく俺の選択肢だ。そりゃ岩尾たちを助けに行くでしょ。これはあ、止まった。あれじゃねえよ。誰だお前は。いや、いきなりの急展開。ゲームの世界でしたね、これはやっぱり。いつものお前を知らんから、相変わらずの俺って言われてもわからんよ。どうだいみんな、世界観に置いてこぼりになってるだろ。俺もだよちゃんとゲームの説明文読んどけばよかったって思うけどね。眠い。眠くて死にそうだ。多分こっからが本編です。と言っても、数時間前に睡眠はとっている。確か、14時間くらい前。めっちゃとっとるやん、14時間って。そんなに寝たら逆に頭が痛ならんか。やっていたテレビが面白くて、つい見あさってしまっていたのだ。あー、お腹がすいた。ご飯、飯。それよりもタバコは禁止されてるんだったから。電子タバコあまり変わっていない。なんで俺こういうことをしてるんだっけ。突然どうした突然なんで生きてるんだっけみたいな感じのさちょっと生きてる上での最大の質問やめろお前。なぜというかけに答える者はその場にはいない。 Why there isn't A person who answers. 答える人はいない。合ってるっけ知らねえわ。わからねえや。そうだ。寝よ。起きたらまずは部屋を片付けて。10分ほど寝れば大丈夫だろう。そしたら、真面目にキャラデザをやります。さあ、そうと決まれば。やめろ。10分ぐらいって言って、これは2、3時間寝るパターンのやつやろ。あとキャラデザって言うだな。おーい、兄貴。もう知らない派手なばっかのキャラクター出まくるんじゃないよ。寝てやがる。少年はため息を吐くと部屋の中に勝手に入る。よっと、ほいっと。勝手知ってある部屋だし、今までに何度も入っているので散らかっていても無問題。泣いたものだ。多分この人が主人公だと思うんやけど、もう展開がもうつかめない。起きない。完璧に熟睡モードだ。机の上で熟睡できるものなのかと感心しながらも、少年は兄と呼んだそれに話しかける。それ扱いだよ。兄貴をそれ扱いだよ。兄貴、起きろ。起きない。背中をくすぐってみる。が、起きない。起きない。起きない。しぶといな。少年は何を思ったのか、耳元に近づく。上がってない CG が1枚。ビク。2枚。ビクビク。どれだけ書いても終わらない。やい、それ安い。勝手に注文増えてゆく。どうしてどうして。シナリオは悪魔だぞ。はい、やどんがどん。おっと、ここまでで温度はシナリオ温度、写真温度温度に乗せて歌ったのにもかかわらず起きてくれない兄。イラストレーターはただの人間である。彼に絵を依頼したシナリオライターはまるで世界制覇を企む悪の秘密結社のようで、イラストレーターは自分の自由と平和のために日夜シナリオライターと戦うのであった。あ、ゲーム音小さいですか。了解。ちょっと上げますね、設定。やめろ、やめるんだ。ぶん殴るぞシナリオライター。ズズーガバッと起きようとする。しかし心に反し眠っていなかったからだ。うまく起きることができず、のそというかぬぼうというような感じでやっと起きるどんな表現だ。昼過ぎだけどおはよう兄貴。素敵な笑顔でサムズアップ。おはよう。眠ってたんだったな。頼まれてた資料。あとこれ菓子パンで済まないけれど、サラダとコーヒーもあるよ。どこのコーヒー？ファミマのアイスコーヒーピー入った今。ピーって入ったね今。好きでしょ。711のコーヒーが好きだという人が多いが、セブンイレブンかそれ。遠回しセブンイレブンって言うてるのかお前は自分はアイスならフミマ。あ、丸に小さい「あ」を入れていいのかな、入れて読んでいいのかな、みんなが好きだである。ローローあ、丸の中に「そう」って入れて読みたくなるけど大丈夫かな、みんな読んでいいかなのお前何やだっけって言いたくなるほどの数も好きだけどねいつもすまないね。なぜジジイみたいなことを言うのだ。それは微妙な演技を交えながら受け取る。何言ってるんだよおとっつぁん。たった二人きりの兄弟じゃないか。何がおとっつぁんで兄弟だお前は。それに乗って返してくれる弟。しかし電子タバコのリキッドは。兄貴、俺の年齢知ってる？5歳？14歳。それで買えると思うの？買えないの？という顔未成年の飲酒喫煙はお断りさせていただいています。うん。買えると思うんだけどな。何を根拠に言ってるのだろう。とにかく。わざわざこんな絵出してまでさ、伝えんでもいいから。代わりって言ったらなんだけど、眠気覚ましのガム。今日はそれで我慢して。それはニコレットか。喫煙をやめたいっていう、そういう人のためのやつ。ニコレットかお前。あむむ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 。菓子パンを食べる音。ほら、洗濯物とか溜まってるでしょ。洗ってくるから出した出した。いやー、のびーたさんのエッチ。なんで古いネタだろう。はいはい。洗濯終わったら部屋の片付けは俺がやっておくから。わあ、できた弟だ。しかし、しずかちゃんも悪女だよな。は？何が？幼なじみ3人をキープしながらも自分は優等生と恋仲になるってなかなかできないぞ。確かに幼なじみ3人をキープしながらってのび太ジャイアンスネをキープなのかあいつらおお、俺しずかちゃんを見る目が変わってきた。子供の頃はそれが気になったために青手抜きの真ん中が見れなくなってしまったもんだ。しかしあれも10年以上経っているのに未だに声の文句が出るのはいかがなものかと思う。でもあれを受けて入れたのってやっぱりあのお色気少女がエロさを増してる気がしたからなんだがな。お色気少女しずかちゃんをそんな目で見るんじゃない。そんな目で見ていいのは成人になってからだぞお前。そういえばお風呂シーンで内通したやつらってどれくらいいるんだろう。学会とかで調べてくれないかな。研究費300円までなら出すからさ。遠足のお菓子かお前。バカなこと言う前にゴミ片付けて。へいへい、サンキュー神様。いいってことよ。コキ、本当にありがとう。突然どうした。突然ガチで謝り始めた。手を合わせながら本心から出た言葉を言う。裏表ない綺麗な言葉である。それを指したのかはわからないが、兄貴も頑張ってね。いい笑顔だ。互いに顔を合わせる。ついでに目なんかも合わせちゃったりして照れるな。兄弟でそんな照れるな。うふふふ、弟よ、ベッド行こうか。しかし本当にお前男にしておくのもったいないわ。やめろ、そういう目で見るんじゃない。このゲームの品質が下がるぞ。お前は立派な嫁になれる。俺が保証するよ。いや、保証してほしくないし。いらないよ、そんな保証。そうだろうな。それに、俺、彼女いるし。それでも照れるところがあざとい。だから中古キャラかよ。人を中古扱いするんじゃない、兄貴。中古キャラはちゃんと暴力的な発言にはピー音入れてくれている。ついつい本音を喋ってしまう。中古のキャラはリサイクルショップに並んでしまえ。それで俺が優しく引き取ってやるから安心しろ。わ、下げてあげてきた。下げてあげてきた。なんて兄貴だ。中古だと罵っておいて、でも俺が引き取ってやるからっていう。あ、これ告白？これは弟に対しての告白？自分の経済状況を体感すればそれがベストだろう。アニメとかで他の男と話をしていたくらいで、中古キャラ扱いになるこの世界はおかしいと思う。何を言うんだ。オタに媚び打ってことの美少女キャラだろ。他の男にケツ振ってるようなやつは美少女じゃねえよ。偏見である。ビッチだよ。言っちゃったよ、ビッチって言葉。もう一度言うぞ。ビッチだよ。もう言わんでいいわ。お嫌いじゃないでしょ。ゲク。そう言われてみれば確かにそうかもしれない。もちろんって言っちゃった。爽やかだなお前。全てのアニメゲームの美少女キャラは俺にだけセックスアピールしてればいいんだよ。あ、不思議でよかった。って世の中の童貞は思ってるもんさ。ピヨン多いっすね。いくらなんでもそんなわけないでしょ。弟よ、童貞のオタクをなめたらいかんぜよ。ぜよ。ツッコミ入った。具体的に女を知らないくせに分かった気になっているからな。そのくせ理想と思想だけは立派なもん持ってるから立ち悪い。あくまで俺の理屈だからな。はあ、だからお前が18になってまだ童貞だったのなら俺が風俗をおごってやるから行こう。なんで兄貴だ。これに対して弟ははという一文字しか出てこなかった。やっぱり一度くらいは本物を知っておかないとな。ま、本番なんてできないけどね。現実である。兄貴、それは最低のギャグだよ。品質が貧相なギャグである。でも高いところは勘弁な。兄ちゃん、あんまり金持ってないし。そういう問題ではない。とりあえずツッコにしよう。いくらだすっかも。よし、高いって聞くし。ピーピー鳴らすんじゃない。なんか金髪の外人さんのいるお店があるって聞いたからそこにしよう。おいおい、金髪が最初の相手なんてやるな。兄ちゃん羨ましいぞ。言っとくけどこの弟彼女がいるのである。そのことを忘れそうになるぐらい兄の風俗と勧めがごついな。サムズアップ。真面目な顔で弟の童貞事情に干渉しようとしている俺に対して、作業行き詰まってる。冷静にツッコミを入れてくる弟、鋭い。やっぱりそうなんだね。やだな、何を言うんだい。まったくこの子はやだね。言い方が震えてるぞ。できてるぞ。昨日は線1本だけ引いて終わったけどな。はいはい、わかりましたから、さっさと書きましょうね。そう言うとさっさといなくなってしまう。花もこなえたことだし。そう言いながら俺は口の中にガムの束を放り込んだ。ガムって1枚ずつは食わないよね。どうしたいきなり。書いたのか、ちゃんと書いたのか、線3本ぐらい書いたのか。アウトドアのところまで書き終えたと自覚したところで緊張がほぐれる。こわばった体をストレッチさせてもみをほぐすと、ベキバキボキと不穏な音が鳴ったが気にしないでおこう。疲れているのだ。俺は20歳。まだ20歳。20歳で童貞だとそろそろやばいですよ。実体験である。周りに目をやると散らかってたものがきれいに片付けられ、ちゃぶ台には置き手紙が置いてあった。集中していたから邪魔したらいけないと何も言わずに出て行ったのであろう。本当にできた弟だよ。こんな弟は5人ぐらい欲しいわ。目頭が、熱くなるのを抑えながら手紙を見てみる。兄貴、暗くなってきたので家に帰ります。料理を作っておけたらいいのでしょうが。お前は嫁かまだ練習中ですのでもう少し待っていてください。新婚の新妻か。とりあえず洗濯と掃除を終わりましたので、できる限りでいいから散らかないようにしてください。おかんか。あと同人誌の山は崩れると大変だったので、何冊か聞いたのをもらっていきますのでご了承ください。親愛なる弟コウキかっこ嫁。どれを持っていたんだあいつ。どうしたこの叫び。一番お気に入りの巨乳のやつを持っていかれたか。そうだよな、巨乳は男のロマンだもんな。持っていかれたら困るよな。最近のアニメ系のほとんど持っていかれてる。この間タイガーホールとリンゴで買ってきたばかりで、まだ数度しか読んでなかったのに使ってって言い方やめろお前。生々しいわ。あ、でもバニー関係は全部残してくれてるバニー萌えかSS の鈴宮春日を憂鬱のミクルちゃん的なやつなのが好きなんかお前。よかった、弟に自分の性癖が知られていることに気がついてない。確かにバニー萌えっていうことを弟に知られている、そういうことになってしまうよね。大事になることを思ったが何とかなるもんだな。十分大事です。そろそろ時間だな。何の時間だ。そうそう、シコシコタイムか。約束の時間。定期的に開催される会議みたいなもんか。俺は PC の前に座るとソフトを起動させた。なこれ CV なんて読むんですか今。なんていうゲームですか今。何かすごい企業かっこちっちゃい柔らかさと連携して作ったっていう無料のクラウド機能を備えた。ほうほう、すっごいソフトだとか何とか言われてあげたけど、一般人にはさっぱりですわ。すんごいらしいってのは姉御から聞いたけど、やはり何度聞いてもわかんないや。理解することを諦めているタイプのやつだこれは。まあそれでも確かにすごいって思えるのはこのアバターを使ったチャット機能などだと思う。こいつのおかげでチャットが楽しくなるとか、そういったものをメインの売りにしているものだと聞いた。それにしてもこのキャラクターなんか薬局におりそうな感じのキャラクターやけど、別にそれで両者は感謝してるのかわからないけど、面白い機能だからいいかな。あさーて誰か来るかなーっと。おお、ワンチャン食われそうな感じのやつ。こいつに食われそうな感じの関係のやつやもうなんか弱肉強食の関係が見えてきたような感じのやつが出てきたけど大丈夫かね。食えないよね。おや、今日は遅れずに来たんですね。入って早々に嫌なやつが来た。顔をニヤニヤさせながら、かっこアバターの表情で画面がわかるわけではない。そいつは笑顔で話しかけてくる。いつも遅れてから来ているわけではないからな。それは重そうですね。でもこういった約束のある日はきちんと5分前行動で過ごした方が身が引き締まっていいですよ。おっと、大人な意見が来ました。きついですね。大人な生活ができてない主人公にとってはきついですね。まあ僕は普段から5分前行動を取り、来れない時はちゃんと連絡入れてますけどね。素晴らしい。社会人としてほうれん草ができている。ニッタニッタさせた気持ち悪い笑みを浮かべている。無論アバターなので俺の勝手な想像である。わっ、ムカつく。こいつはハンドルネーム反転親方。なぜ自分のことを自分で親方という。おっさんみたいなハンドルネームだが年齢は実際のところよくわからん。とりあえずは性格的に合わないということだけは確かだ。わかったよ。ん？とりあえずこんなところで切り上げないと、粘着質なこいつはいろいろと突っ込んでくるからな。残りのメンバーは？露骨なまでのあなたの話題らしい嫌いじゃありませんよ。うっせ。高坂さんは先ほど提出した音楽のチェックを今しているところですね。ピオさんは今日は家族との急な約束が入ったそうですよ。ロゴを見ればそのようなことが明け方に表示されているかと。どれどれ？書いてるな。うん。朝の6時半に書き込みだけしてやる。レジなやつだな、本当に。これがほうれん草だよ。社会人になったら大切だぞ。ピョンさんは律儀な方ですね。どうやら同じことを考えていたようだ。だな。そういえば音楽のチェックって言ってたけど、もう作品を開けたか。確かその依頼が出たのって2週間前だったはず。何そのバカなことを言ってるの？お前みたいな顔。10曲ぐらいあるんだぞ。早くてもあと 1週間はかからね？約束者以上頑張るのは人として当然ですよね。確かに。そうだね。ベストを尽くすのが礼儀というものですよね。そう考えたら確かにそうかもしれない。できる限り迅速かつマイペースで作業をこなす。これは音楽を作る人たちには必須義務みたいなものですよ。矛盾しているような。いないような。中には自分の作業は遅れているのに他人は締め切りを守れとかいうむちゃくちゃな人もいるでしょうがね。そんなの僕からしてみれば非常にナンセンスな話です。それでも自分のちょうどいいペースというのが人にはあります。だから気にしなくていいですよ。ニヤニヤした目つきでこちらを見ている。いやらしいなこいつ。いやらしい。俺のことをどんな目で見てるのだろうか。おっぱいの大きいチャンネルぐらいの扱いで見れるんだろうが、ダメだ。お前。まあ、僕は天才なので、脳から溢れ出る才能という名の塊を形にするなんて、どうさもないなことなんですけどねー。渡せ。なんとでも言いなさいな。ポジティブだな、こいつ。親方。ポジティブ親方。ポジティブ親方。バーガーバーガー。愚民の声は今日も響き渡っておるわ。この表現の仕方好きやな。愚民の声は今日も響き渡っておるわ。はっはっはっと高笑いする。親方。ちくしょう！こいつに嫌味は通じないのか！まだできた新しいやつ。もうキャラクターの設定がいまいちわからんままさ、どんどんギャグで増やすんじゃないわ。展開についていけん。はい、こんばんは。お疲れ様です。少年、来てたんだね。こんばんは。ハンドルネーム、高坂みやと。さっきちょっと出てきたな。俺たちの中心にいるようでいない人いないんかい。俺をこの世界に放り投げてくれちゃった張本人。それは正しく姉御と呼んでも差し支えないほどに姉御してるのだ。それこそ、日本名、姉御、姉御と言ってもいいぐらいにはよくわからん。しかし実態は悪魔、鬼、天使も裸足で逃げるぐらい非道なお方なのに、これで中の人はお堅い職人だから理不尽である。頑固なんだな。いや、そういう職だから非情なのか。でも情がないって言うわけじゃないし、もうよく分かんなくなってきた。俺もだよ。考えるはやめよう。来て早々に姉御は何か言いあぐねているようだった。親方くん、さっきの曲、聴かせてもらったんだけど。はい、どうでした？素晴らしい。今世紀の最大の出来だったでしょう。おっと、ここまで自画自賛しているときって大体相手からさ、なんかダメ出し食らってガーンってなるタイプだね。どうだろう。うっぜ！世紀の序盤で最大とか語るなよ！実は悪いんだけど、あれ、ボツにさせて。突然表現が。おう、なぜですか。あれは史上最大級の出来であったと自分でも思っていたくらいの出来だったのに、まさに全然絶後ホーク Z 四面楚歌のスペシャル出来ですよ。いやー、あの曲って、あれって先々週にもらった曲と共通点がありありの全く同じで全然変わらないし、なんでさあの違いがわからないなんて、そんないいですか。この前の曲はテケテケテンテンだったんです。しかしこんなのはテケテケテン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 だったんですよ。ちょっと増えただけじゃないか。それに前回指摘された通りに言う楽器にしています。親方は必死になって高坂さんに食いつく。それは2週間の成長がそれだけって自分で言ってるような気がする。しかしだ、バイオリンがチェロに変わったくらいの差で一般人が分かると思う？それぐらいは訓練すればできるでしょう。ならば一般市民全員にその能力を授けてみせろ。英語だよそれは。冗談は置いておくとして、それは俺でも区別がつかないと思う。だって格付け的な番組でも楽器系だとよく失敗するし。確かにね、困ったような顔をする。いい音楽だというのはわかる。だけどね、肝心なことをあなたは見落としてるのよ。肝、心、合体、ゴー、あ、く、め、萌え。なんだこのやりとりは。ついていけないわ。てめえ、どうしたらいきなり怒って。こんなノリでさ、付き合ってくれとんのに、てめえって言葉が出てくるのが。チャットに続く。無意味な羅列。下手すりゃ出る案件だこれ。肝心合体 GO 悪名萌え完成してるのは初めて見た。俺も初めて見た。打ち切りやがって。仲いいなお前ら。あうんの曲、あうんの呼吸ってやつだね。いや俺もだけどさ、気を取り直して肝心なこと。それは私はね、関心音楽と催促したんだ。ありゃハッピーじゃないか。おーい。まずオーダーに合ってない曲を出しとったんじゃ。それはさすがに。なんだ、それくらいのことでしたか。それくらいの話じゃないぞお前。なんと悲しい曲が文字通り悲しい曲だとは限らないではないですか。どういう理論だそれは。明るい曲なのに悲しい曲調のものは世の中はたくさん溢れていますよ。だからこの曲は悲しい曲なのです。もちろん異論は認めません。池シャーシャーという親方。あるんだと仕方ないので別な曲にします。聞くのかよ。ダメだこいつ。早くなんとかしないと。ははは。なんじゃこれ。視聴者のコメントは全然来ないと思ったけど、そりゃそうだ。なぜかって話についていけないからである。やるゲームを間違えた気がする。そんな今日この頃である。